ず今回ね、いくつか視打検証をしていくんですけど、一番最初に打っていくのはですね、私が昔からずっと欲しかったアイアンを最近入手したんです。何のアイアンかというと、感がすごい。こちらです。なんて書いてあるんだ。春尾安田スペシャルエディション、安田春尾プロモデルのアイアンですね。はい、シャフトが R400。 これを打っていきます。あれ持ってきてない。よし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 。これね、これ で早速打っていくんですけど、まずピッチングからいきたいと思います。インカメの方がいいな。わかんねえな、どうやって映ってるか。よし、このヤード、まあそんなもんでしょ、ピッチングで。こっち来てみます。はい。どこだ、どこでまっすぐなんだこれ。ここか、違うな。こうでいいやな、こうだね。ああ、ちょっとグースでね、非常にこれは切れ味いいだろうって顔してますね。R400 でも全然硬いわ、ちょっとピッチングはこんなもんでいいでしょう。次こちら8番アイアン。いい顔してますね。5番ね、119しか飛んでない8番で。ちょっと頑張りました。今日アップした右手の使い方のね、あのイメージでちょっと振ってきました。それでもこんなもんですね。これロフト何度ぐらいだろうな。はい、次6番円です。もうね、パンマシパシパシと疲れちゃうから、こうか、こう、こういう顔、若干トゥーンが丸みがあるっちゃあるけど、ほぼほぼまっすぐですね。でもね、こんなに別にペラペラでもね、打ちやすいですよ。
間で127だったから、まあ、こんなもんか。あ、電池切れたな。電池切れた。6番でね、6番で150、まあそんなもんでしょう。電池切れた、電池切れた。多分やばいだろうなと思ってね、100均行って買ってきたんですよ。いやー、つい。もういくらか涼しくなってきたかなと思ったけど、大汗ぶん流してますよ。でもまあ打てますね。打てる。別にそんなにダウンブローにとかなんか特別なんか変えてるかっていうと何にも変えてなくて、いつもと同じ感じ。ただクラブが重くて硬いんで、その軌道だけ素振りで確認して、もう6番やんいいと思ったから終わりにしよう。はい、次これね、4番やん。私はね、奇数より偶数の方が好きなんで、今回偶数持ってきました。あれ、このアイアンは確か三浦製じゃなかったかな。はい、かっこいいですね。ちょっとサムネ用にこんな感じで。すげえな。全然来ねえな。下でこう、いやーびっくりした、全然当たんねえな。こっちの下でこう行くぐらいじゃねえか。何でこんなつシャフトだな。しとこ、いやびっくりした、ぶためた。シャフトがね、
つもね、しなりもねじれもトルクも感じないからね、そのシャフトのやらないシャフトがこう動いてくれないから自分でやらないと全然来なかった。はい、じゃあちょっとカメラ切り替えて、はい、ということで今回の中古クラブシダ検証は、私が若い頃からずっと欲しかったアイアン、こちらね、安田春尾安田スペシャルエディション、こちらのシダ検証でした。4番アイアンきつかったですね。最後までご視聴くださった方ありがとうございました。パーシモンアゲでした。ごきげんよう。